私は練習にかける熱量がその日の気分によって変わります。何事にもコツコツと続けて成長したいのに、休憩を長くとって結果的にちょっとしか成長できなかったのを繰り返してこの現状を変えたいと常に思っています。熱量が日によって変わります。まあそれも当然のことだよね。うん。だって人間だからもちろん体調気分はあるし、 それはなかなかいつだって100%というわけにいかないよね。今僕が日々、まあ、一緒にいるメジャーリーガーたちもマリナーズの、まあこれはと常に戦っているわけですよ。気分がやっぱり乗らない。別に体調が悪いわけでもない。ただそういう時にどうやってこうゲームに向かっていくか、それでもだって行かなきゃいけないから、じゃあ今日休みでお願いしますというわけでいかないよね、うん、レギュラーの選手は。ただ僕はそこで必ず伝えるのは、 まあ普段の7割しか出せない。まあ半分かもしれない。じゃあ半分しか今日は出せない。という時に、やっぱり半分以下でやってしまう人は多い。100は投稿呼ばないけど、でもその50%で100%出せよって言うと、はっっていう表情する人が多いよね。まあほんのちょっとでもいいから頑張ってみる。まあその日の自分がのできるだけをこうやってみるっていうかね。それを続けると、 今度、習慣づいていくんでね。うん。あ、今日も休んじゃった。あ、また休んじゃった。なんか、成長してないなっていうよりも、今日やりたくないけど、でも自分なりに頑張った。それを繰り返すこと大事だと思うね。うん,うん。気分乗らないから、その日は休みはなし。うん。まあ、厳しいけど。うん。